じゃあ、ゆりさんのお電話。ショーケースのレックスをしてた。誰も彼もが過ぎ去っていた。怖かったんだ、話君に詰められるまでは。僕と同じの小さなで転げ回りくすぐりあぼうか。こんなに君のこと好きになってた。どんな時でもそばにいて君がよ君が大きくなる方に僕との時間が昼の通り遠くに君の友達同士仕方がないような最近つけるつも香水鼻の利く僕にとっては辛いや今日も彼には遅くなるんだろうか君がいない部屋夢を見るあの日のまた名前はレオ名前呼んでよ君がつけてくれた名前だから寂しいけれど悲しいけれどそばにいると決めた大事な人伝えに帰ってきた夜に撫でてくれたねきっと別れたね最後にさ会えたからね幸せだよ、忘れ